ジュニアユースが大宮アルディージャはい。出身で、え大宮アルディージャと戦うことが楽しみだし、ジュニアユースからトップに昇格した柴山選手っていう選手がいるんですけど、その選手とニコイチのような感じでずっと一緒にいたので、え。この選手と戦うのがすごい楽しみです。なるほど。ホームは5月の1日になりますかね、アルディージャは。楽しみですね。こちら、ちょっと楽しみですね。さあ、それで波本選手はどうでしょう。僕はレノファ山口の川野航太選手っていう選手がいるんですけど、その選手とは、アンダーの代表で何回か一緒にやってすごい上手いなって思ってるので、その選手を止めたいなっていうふうに思ってます。なるほど。